こちらは台湾国際放送 RTI 中央放送局の日本語番組です。こちらは RTI 中華民国中央放送局の日本語番組です。ただいまからニュースワイドウィークリー台北をお送りいたします。ニュースワイドウィークリー台北、この時間では過去1週間の主なニュースをまとめてお送りいたします。まず最初に政治関連のニュースです。はじめに、行政院が14日の閣議で調整した来年度総予算案を承認しました。歳入は証券取引税の台湾元70億元、日本円およそ254億円を増やし、歳出は政府各部会の定常的な支出を絞って、また効果的ではないと見られる計画を取り消すなどして122億元、日本円にしておよそ443億円減らすことにしました。一方で軍人、公務員、教員の給与は 3% 引き上げます。これに伴う費用は180億元、日本円にしておよそ653億円です。また最低賃金の引き上げに伴って増える労働者の労働保険、健康保険への補助経費10億元、日本円およそ36億円も新たに加えました。